動画本編に入る前にお知らせです。アパレルブランドコージーから新作アイテムが出ました。今回はジャージセットアップとショルダーバッグ&カラビナがリリース。どちらもコージーのロゴのエンブレムマークが入ってます。今回のジャージも最高に生地が良くて、もうずっと着てたいほどね、めっちゃ気に入ってます。ではこのショルダーバッグとカラビナに関しては初の洋服以外のアイテムになってます。まあ普段ねスマホとか財布だけ持って多く外出するよみたいな人とかにはね、本当に最適なバッグになってるんじゃないかと思います。でさらに今回の新作アイテムが全て入ったオールセットの販売もあります。ぜひ概要欄下のストアからチェックしてみてください。たくさんの購入お待ちしてます。はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあということで今回はシリーズ1注目ガチャ特集やっていきたいと思います。はい、ということで間もなくですね2024シリーズ1が開幕というタイミングになってまいりましたけれども、まあこのシリーズ1ですね、シリーズ2、今のこのシリーズ2と比べると比較的若干ね、まあ更新っていうところはまあ控えめというか、まあそんなにね目玉ガチャが多いっていう時期ではないんですけれども、まあそれでもですね大きいガチャっていうのはたくさんありますので、まあ今回はそこをねちょっとまとめていきたいなと思います。まあぜひですねここからのエナジーの使い道だったりとか、まあシリーズ1の立ち周りをね、考える上で参考にしていただけると幸いです。ということで早速本編いきましょう。どうぞ。さあということでもう早速やっていきたいと思うんですが、まず毎年来ているものですねの話からしておきますと、大きく分けて4つかなと思います。まず1つ目、早速1つ目はタイムスリップガチャですね。はい、こちらは4月からですね毎月だいたい月末ぐらいに、登場してくるという内容になります。で第1弾から第6弾までの6弾構成で、基本的には、編成されておりまして、で、まあ、全ての弾でっていうわけじゃないんですけれども、ランキングイベントとね、だいたいセットで出てくるよという内容になっています。まあ、分かりやすいところで言えばシリーズ2の OB と近いようなシステムですよと。ただその OB と決定的な違いがあって、それが何かっていうと対象の選手が全然違います。タイムスリップは現役監督コーチ、この3つのみが対象の選手となります。これ結構ね未だに勘違いされてる方が多い部分なので、まあこれを知ってるかどうかだけでもね、まあラインナップの予想とか全然変わってくるんで、ぜひ覚えておいてください。でよくある間違いとしては球団職員アドバイザー GM っていうところもこのタイムスリップ対象なんじゃないのって思っちゃう方も多いんですが、まあそこは対象外となります。なんで一番わかりやすいのは背番号を持ってるかどうか、これがね一番わかりやすいかと思います。でまあこのタイムスリップに関する、目玉候補っていうところに関してはまた別の動画でね、解説の方をしていきたいと思います。はい、で続いて2つ目はエキサイティングガチャですね。はい、まあここもシリーズ1の大きな目玉ガチャとなるでしょうというところなんですが、このガチャの内容はですねプロスピ公式チャンネルの対決動画企画に出演されるプロ野球選手がガチャとして登場になります。でそのガチャシステムはですねアニバーサリーと同様に60連で自チームが確定っていうね内容になっておりまして、まあ、ピンポイントでね、狙いの選手欲しい選手っていうところを、まあ、60連すれば取れるよという内容になっております。でさらに2023シーズン今年から去年からというべきかちょっとどっちか分かんないですけど、まあ、2023シリーズからは熱気っていうね、新しい特殊能力が追加になりまして、まあ、特にリアタイで使う野手にとってはかなり強い特殊能力に、なってました。パワーチューアップかなっていう効果で、まあ、この熱気をね、未だに使ってるよっていう方も、まあ、多いんじゃないかなと思います。でこのエキサイティングガチャに関しては実装は毎年6月頃ですね。なんでグランドオープンからは、まあ、2ヶ月ちょいぐらいかな、たったぐらいのタイミングというイメージかと思います。で対決動画に関しましてはグランドオープン後順次公開にね1球団ずつなっていくのが、基本ペースになるので、まあ大体毎週1週間に1本ずつぐらいで12週間に、かけて、まあ、3ヶ月ぐらいにかけて、まあ、公開されていくと。でそれが公開し終わったぐらいのタイミングでガチャが出るみたいな、まあそんなイメージですね。で各球団2選手の合計24選手が2弾構成で出てきますよというガチャになります。なんでもう対決動画が出た時点で、まあ、その選手はエキサイティングで出るんだなという認識で OK かと思います。はい、で続いて3つ目はセレクションガチャですね。はい、まあ、ここに関しては数年間でね、まあ、いろいろシステムはちょくちょく変わってるんですが、基本的にシリーズ1で登場するセレクションガチャでは前半戦のね、シーズンで活躍した選手が登場します。まあ、前半戦って言ってもこのセレクションガチャの対象になるのが、まあ、開幕から5月末ぐらいまでかな、6月とか7月ぐらいのオールスター手前ぐらいのタイミングのはもうあんまり反映されないイメージがあるので、まあ本当に前半戦のうちの半分ぐらいというか、まあ、全体のシーズンで見ると4分の1ぐらいのタイミング、3分の1から4分の1ぐらいのタイミングまでの成績がね、能力として反映されるようなイメージかと思います。でこのガチャの大きな特徴としてはスピリッツが通常プラス100で出てくるっていうところがね、まあ、大きな特徴になります。ので、まあ、特にリーグやってる方とかにとっては非常に大きなね、ガチャになります。
ただその反面で限界突破がねしづらい選手が出がちっていうのも、まあ、一個特徴としてあって、まあ、それがなんでかっていうとルーキーの選手が、まあ、活躍すれば結構出たりとか、また新助っ人外国人とかが出たり、まあ、もちろん活躍っていうところも大事なんですけど、前シーズンからの上がり幅みたいなところ、まあ、成長度覚醒度みたいなところも結構このセレクションの、まあ、ラインナップのね選出に大きく関わってたりもするのかなっていう印象なので、まあ、そういった選手が出がちだよというのは大きな特徴になっています。でこのセレクションガチャもですね、各球団2選手ずつの合計24選手が2段構成でね、登場するような内容となっています。ただ昨年に関してはそれに合わせて夏のヒーローセレクションっていうのが登場しまして、まあ、セレクションガチャがね3回来たんですよね、まあ、今までなかった形ですね。で、まあ、この夏のヒーローセレクションは松坂大輔さんのね YouTube チャンネルでラインナップが発表されて、斎藤佑樹さんと対談されてましたよね。まあ、なんかあの時はコミュニティとか概要欄かなんかでラインナップが先に漏れちゃってみたいなね、まあ事件というかトラブルでもないと思うんですけど、まあそういうねちょっとハプニングみたいなのもありましたけれども、まあそれもちょっと懐かしいですよね。まあこのセレクションガチャに関してはねどうだろう、まあその流れが続くのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ今年も何かしらのコラボガチャ、まあコラボガチャっていう名目ではなかったけれども、まあ実質コラボガチャみたいなもんだったので、まあそういった絡みのことが何かしらあるのかどうかっていうところも注目ポイントかなと思います。はい、でラスト4つ目、4つ目は福袋ガチャですね。まあシリーズ1でもですね福袋ガチャっていうのは来るわけなんですが、ただシリーズ1についてはですね選択契約書付きの福袋はありません。まあもちろんね今までなかっただけで今年来るっていう可能性も全然ゼロではないんですけれども、まあ、今までの歴史としてはですね、この選択契約書付きの福袋はシリーズ1では来たことがありません。ただその分ゴールデンウィークだったり七夕だったりパワープロの日だったりみたいな感じでほぼほぼ毎月のようにね、内容としては福袋は来るという形になっています。まあもっと言えばグランドオープンしてすぐのタイミングでもですね福袋ありますし、まあそこはねグランドオープンの、まあ、解説動画とかでもいろいろ話はしてると思うんですが、まあ最初はですね各球団 S ランクが4選手ずつしか、出てないので、まあ、狙い撃ちが比較的しやすいよというね内容になっています。はい、ということで、まあ、以上ですね毎年来ているものというところの紹介でいうとこの4つになります。まあそれプラスね通常の追加っていうのはもちろんあるわけなんですが、まあ、特別ガチャ系でいうとこんな感じですと。でまあじゃあここにねプラスで何が期待されるかっていうと、やっぱり今年はですね大谷翔平選手コラボになるかなと思います。まあこれがいつから始まるのかっていうね、まあ今のところあんまり大谷コラボしてる感はね正直ないので、まあそれがどうなってくるかっていうところなんですが、まあイチロー選手のコラボ施策2年前かなと、同様の流れになるのであればと予想すると、4月頭にですね大谷選手のみ登場するガチャが、実装になるんじゃないかと。まあこれイチローさんがそのような流れになってました。でその後10月にね、セレクションガチャっていうところが、まあ、開催っていう流れが、まあ、同じ同様の流れだったらね、まああるんじゃないかというところではあるんですが、まあでもどうかな、正直全く同じ座組っていうのもねなんかありそうでなさそうというか、まあ大谷選手とイチロー選手の、まあ、決定的な違いとしては、まあ、現役かもう引退されてるかっていうところの、まあ、こう稼働しやすさみたいなところの差とかもあったりはすると思うので、まあもう完全に大谷選手に関してはオフになるまで何もないとかっていう可能性もね、まあ、なくはないかなとも思うし、まあ、ちょっとそこがね非常に難しい今年の予想になってくるのかなと思います。はい、でまあここまでいろいろとお話をしたわけなんですが、最後にですねじゃあシリーズ1で回すべきガチャって何なのかって話をね、して終わろうかなと思います。まあ、正直前提でお話をするとシリーズ2に比べてプレイヤーの自由度がね高いのがこのシリーズ1の期間だと思うんですよね。まあ、やっぱりプレイスタイルでも大きく回すべきガチャっていうのは変わってくると思っていて、まあ、リーグをね重きに置いてやってるよって人はセレクションであったりとか、まあ、タイムスリップっていうところでピンポイントでね必要な選手を取るっていうのがもう優先度は高くなってくるかと思います。で逆にリア体制の人はですね、まあセレクションとかタイムスリップっていうよりもエキサイティングがですね、まあ、確実に強化はできるかなと思います。まあ、60連でね好きな選手取れるっていう意味では、まあ、やっぱりそこが大きいし、まあ、特殊能力もね、まあ、去年と同様であれば、まあ、特に野手はね強い効果になってるので、まあ、選手によっては永久保存版にね、なったりする可能性もあると。ただまあ欠点としてはですねエキサイティングはアニバと同じガチャシステムなんですけれども、まあ、そのアニバーサリーとは違ってラインナップがね、まあ、コントロールできないというか、まあ、ユーザーの投票で決まるわけではないので、もう完全にねその対決動画に、まあ、誰が出てくるかっていうところで、まあ、ラインナップの豪華さみたいなのが決まってくるので、まあ、そこが読みづらいよねと。まあ、早くにね対決動画が上がってくれるチームであれば、まあ、そこで狙いかどうかみたいなのはね、まあ、見極められるかなとは思うんですけど、もう最後の方になってくるともうガチャ実装の1週間前とか、まあ、極端な例で言うと多分当日に出たパターンとかも多分あるんですよね。当日の午前中かなんかに動画が出て、でもそのままガチャが出るみたいなのも確かあった気がするんで、まあ結構そこがね読みづらいっていうのはネックポイントとしてありますよと。
でタイムスリップに関してもさっき言った通り現役の選手、監督、コーチっていうところに絞られるので、まあ OB に比べちゃうとね、必須選手っていうのはやっぱり少なくなるかなとは思います。まあ今年のスピちゃんのオーダーとか見てもらっても分かると思うんですけど、まあ、タイムスリップで使われてる選手って多分ね、中村典弘さんぐらいなんですよね、今年で言えば。あと池山さんぐらいか、池山中村典ぐらいしか多く使われてるところはいないので、まあ OB の高橋由伸さん、バース落合さんとかみたいにね、たくさん候補がいる OB と比べると、まあ、もちろんスピリッツの兼ね合いでね使われないっていうのもありますけれども、まあ、必須選手っていうところはやっぱ少なくなるかなとは思いますので、まあそういう背景を含めてもね、まあ、ワールドスターであったり、まあ、OB っていうところとかね、いろいろたくさんガチャが来るシリーズ2に備えて、まあ、貯めまくるっていうのも全然ありかなと思います。まあただそのね、貯めまくる期間で、まあ、ちょっとこう思いつき症候群というか、まあ、なんか貯めることが目的になってくるとね、まあ、ちょっとどうしてもなかなかチーム強化できなかったりとか、まあ、する部分はあるので、まあ、そこはねちょっとリスクはあるんですけれども、まあ、そのあたりは自分のね楽しみ方、プレイスタイルと相談しながら決めてもらえるといいのかなと思います。はい、ということで以上、今回はシリーズ1注目ガチャ特集ということでやっていたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ今年のシリーズ2からね始めたよって方もいると思いますし、まあシリーズ2を経験してね、シリーズ1の内容を忘れちゃったって方も多いと思いますので、まあぜひね改めてこのシリーズ1振り返る参考になっていれば幸いです。ぜひこの動画少しでも参考になった、シリーズ1より理解できたという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。